TLR4 の構造、TLR4 は、病原体に、特徴的な分子を認識する、トール様受容体の一つで、グラム陰性菌の外膜の成分である、リポ多頭やグラム陽性菌のペプチドグリ乾燥にある、リポテイコ酸をリガンドとして認識する受容体である。通常の免疫反応に関わる一方で、リガンドが多すぎる場合には、細菌性ショックを起こしうる。 TLR4 のシグナル伝達経路 TLR4 はもともとリポタ糖を認識する受容体としてその機能が同定されたものである。血中のリポタ糖はまず肝臓で作られるリポタ糖結合タンパク質と結合した後細胞膜上の CD14 に運ばれる。そして CD14 から TLR4 と MD2 の複合体に受け渡されるときに TLR4 が2両体となり、細胞内にシグナルが伝わる。このシグナル経路ではまず、TLR4 の細胞内側にあるティルドメインにアダプター分子である m i d 8 8が結合する。m i d 8 8はデスドメインを介してイラックに結合して、これを活性化し、トラフ6をリン酸化する。このトラフ6がメイパックであるタクを活性化するので、 マップキナーゼ経路の活性化や NF カッパ B の活性化を導く。あるいは TLR4 は同じくティルドメインを介してトライフを活性化しインターンフェロンの制御因子である i f 酸を活性化する。このように NF カッパ B や IF といった転写因子を発現することで活性化したマクロファージなどはフ、e、f n ガンマや TNFα といったサイトカインを分泌する一方、受状細胞では CCR7 というケモカイン受容体の発現を強めてケモカイン CCL21 に対する感受性を高める。ここにケモカインが来ると MHC クラス I2 分子や補助刺激分子 B7 の発現が誘導される。TLR4 は B 細胞において T 細胞に依存しない。 活性化を行うことができる。すなわち、通常の B 細胞は抗原のペプチド断片を認識した T 細胞によって同じ抗原を認識する B 細胞が活性化されるのであるが、立ポ多頭に結合できる BCR を持つ B 細胞の TLR4 に立ポ多頭が結合すると BCR と TLR4 の両方からシグナルが入り増殖、分化が促される。しかし、 細菌の大量死により多量のリポ多糖が放出されるとリポ多糖に結合できる PCR を持たない B 細胞も活性化されるので過剰なサイトカインの放出などの免疫系の錯乱が起こる。これがひどい場合には細菌性ショックを起こす。LP 図の構成成分リピド A のアナログであるエディトランは TLR4 のアンタゴニストであり、排血症の治療薬として治験が行われている。ありがとうございます。